ミカエル・ラウドルップはデンマーク・コペンハーゲン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、デンマーク代表だった。現役時代のポジションはミッドフィールダー、フォワード、デンマークサッカー界を代表する選手であり、1980年代中盤から1990年代のヨーロッパを代表する選手の一人。同じくサッカー選手であった弟のブライアン・ラウドルップと共に、 ラウドルップ兄弟として知られる。父のフィン・ラウドルップも元サッカー選手で代表キャプテンを務めた。1982年18歳の誕生日にデンマーク代表デビューし2度のワールドカップ3度の欧州選手権を含む104試合に出場して37得点を挙げた。1994年11月からは代表引退するまで28試合にわたって 代表キャプテンを務めた。1998年6月フランスワールドカップを最後に現役を引退した。1999年、過去25年間のリーガエスパニョーラ最優秀外国人選手賞を受賞した。2000年4月には、ダラブログ勲章を受勲した。2003年11月、デンマークサッカー協会によって UEFA ジュビリーアウォーズのデンマーク代表に、 選出された。2006年11月には、デンマークサッカー協会によって公式に、史上最高のデンマーク人選手に選出された。コペンハーゲンのフレデリックスバーグ地区に生まれ、父親のフィン・ラウドルップも、幼少時代にプレーしたバンナーザ・イフでサッカーを始めた。1973年に、フィンがブレンビー・イフの選手兼任監督となると、ラウドルップ家は、 ブロンビーに引っ越し、兄弟のブライアン・ラウドルップもブロンビーの下部組織に移った。1976年、父の後を追って、デンマークスーペルリーガのケベン・ハウン BK の下部組織に移ったが、ブライアンはブロンビーに泊まった。初期の経歴、編集1981年にケベン・ハウンのトップチームに昇格。ブロンビーでプレーしていた父親のフィンは、 1981年シーズン終了後のスーペルリーガ賞格をおき見上げに現役引退した。1982年にコッペンハーゲン郊外のブロンビーに移籍し、デビュー戦となったボルクラベン1909戦で2得点を挙げた。1982年シーズンはリーグ3位の15得点を挙げ、デンマーク年間最優秀選手賞を受賞した。 1983年シーズンも引き続き、ブロンビーでプレーし、中盤戦までに9得点を挙げた。ラツヨ、編集1983年6月、イタリアセリエ派者のユベントス FC に移籍。ブロンビーには、デンマーク史上最高の移籍金100万ドルが支払われた。ユベントスとの合意前には、リバプール FC との契約間近だったが、リバプールが、 提示内容を3年契約から突然変更、契約年数を提示してきたことに納得せず、リバプールとの交渉が決裂していた。また後に移籍することとなる FC バルセロナ、アヤックスなども獲得を試みたが、父親の勧めもあり、ユベントスへ移籍することとなった。当時のセリエ A の規定では同時に出場できる、外国人選手は2人までだったが、ユベントスには、 ポーランド代表のズビグニエフ・ボニエク、フランス代表のミシェル・プラティニが在籍しており、すぐに昇格組の SS ラツヨへ1シーズンの契約で、レンタル移籍した。セリエ A デビュー戦となった9月12日エラス、ベローナイフ戦で2得点を挙げると、次節9月18日のインテル戦でもゴールを決めた。しかし1983から84シーズンの、 ラツヨは過労じてセリエ B 降格を回避した。ユベントスは、ボニエクとプラティニを手元に置くことを望み、再びラツヨに、レンタル移籍した。1984から85シーズンのチームは、序盤戦から低迷。自身も一得点しか上げられず、セリエ B 降格となった。ユベントス、編集1985年夏、ボニエクが AS ローマに移籍したことで、 ユベントスに復帰した。1985年8月25日、コッパイタリア、カゼルターナ FC 戦で移籍後初ゴールを決め、9月22日、ピサ戦でユベントスの選手として、セリエ A 初ゴールを決めると、ベローナ戦、アタランタ戦と3試合連続ゴールを決めた。同年には再び、デンマーク年間最優秀選手賞を受賞し、1985から86、 シーズンにはセリエ A とインターコンチネンタルカップの2冠を達成。東京の国立競技場で行われたインターコンチネンタルカップの AA アルヘンティノスジュニアーズ戦では82分に同点ゴールを決めて試合を振り出しに戻した。PK 戦では PK を失敗したが、ユベントスは2から2で勝利してタイトルを獲得した。 1986から87チャンピオンズカップのバルルレイキャビークとの対戦の第1試合ではハットトリックを達成、第2戦でも2得点を決めた。1987年にプラキニが引退すると新加入のヤンラッシュと共にユベントスを牽引することを期待されたが、度重なる怪我で大きな活躍ができずバルセロナに売却された。 FC バルセロナ編集1989年少年時代のアイドル的存在であるヨハン・クライフ監督が獲得を熱望しラリーガの強豪 FC バルセロナに移籍したしかしユベントス時代に大きな活躍を見せることができなかったこともあり当初は獲得に疑問の声が上がったが高いテクニックはクライフのサッカースタイルに完全にマッチしウィングの位置からチームに 不可欠な役割を果たし、フリストストイチコフ、ロマーリオラに多くにアシストを供給、UEFA チャンピオンズカップ優勝、リーグ4連覇を成し遂げた。1989から90シーズン、第2節、同シーズンは、決勝で、ライバル、レアルマドリードを2から0と破り、コパデルレイに優勝した。1990から91シーズン、 一月19日、第19節のレアルマドリードとのクラシコでは、ファンやメディアから称賛される、スライディングボレーによる、先制点を決めると、2月10日ベティス戦まで4試合連続ゴールを決めるなど、リーガー優勝に貢献した。1991から92シーズン、12月7日のテネリフェ戦から1992年1月5日のマジョルカ戦まで4試合連続ゴールを決めるなど、 リーグ戦で自己最多の13ゴールを決め、1992年にはドンバロンアワードの最優秀外国人選手賞を受賞。同シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝で UC サンプドリアを1から0と破り、バルセロナと自身にとって初のチャンピオンズカップを制覇しただけでなく2年連続のリーグ優勝も成し遂げた。百九十二年のバロンドールでは七位に、 ランクインした。1992から93シーズン、リーグ戦では2シーズン連続で2桁ゴールを決めた。最終節まで首位は、レアルマドリード、バルセロナは2位であったが、その最終節で、バルセロナがレアルソシエダ戦に勝利した一方、レアルマドリードは、テネリフェと引き分けたことで、3連覇を果たしたが、インターコンチネンタルカップでは、サンパウロに1-2で敗れた。 1993年のバロンドールでは、自己最高位の5位に入った。1993から94シーズン、ブラジル代表のロマーリオが加入し、バルセロナの外国人選手は4人となった。チャンピオンズリーグ、ファーストラウンドのディナムキエフ戦でシーズン初ゴールを決めるなど、当初はスタメン出場をしていたが、次第にベンチスタートになることも増えた。 レアルマドリ、ドトのクラシコでは途中出場からノールックパスでロマーリオのゴールをアシストするなどプレー面でロマーリオとの抜群の相性の良さをたびたび見せた。また優勝がかかる最終節のセビージャ FC 戦では先発出場し前半にサイド突破からのクロスでストイチコフの同点ゴールをアシスト後半にはストイチコフのアシストから得点を決め勝利を引き寄せ 主位を走っていたラコルーニャに逆転での優勝を果たした,したクライフ監督とはたびたび衝突したため、ミカエルは1993から94シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝 AC ミラン戦ではミラン所属の弟のブライアンと共にベンチ外になった。対戦したミランの監督ファビオカペットはラウドルップを恐れていたがいなくてよかった彼をベンチ外にしたのは クライフの判断ミスだと述べた。レアルマドリード、編集1994から95シーズンから、レアルマドリードに移籍、移籍の理由はクライフに対してリベンジしたいう理由でも、リコンなどでもなく、プロとしてのものであり、またバルセロナは、ワールドカップアメリカ大会に、かなりの所属選手を出していたため、疲労によりチーム力が落ちると考え、また新しい監督の下で、 新しい選手とプレーしたかったことが理由であるとした。グアルディオラは記者からラウドルップの遺跡を聞き涙を流し、遺跡を止めるように直に説得を試みた。バルセロナ最大のライバルに移籍したことで議論を呼んだが、ここは攻撃的 MF としてプレーサモラーノ、ラウールらに多くにアシストを供給し、サモラーノともにリーグ優勝に最も大きな役割を果たした。 これらの活躍から1995年のバロンドールでは第10位に入った。9月27日 UEFA カップファーストラウンドのスポルティング CP 戦、セカンドレグで一籍後初ゴールを決めるとリーグ開幕戦のセビージャ戦でサモラーノのゴールをアシスト11月5日のアトレティコマドリードとのマドリードダービーではラウールのプロ初ゴールをアシストした。 12月11日のオビエド戦で、レアルマドリー遺跡ゴリーが初ゴール、1月7日のフルス、バルセロナ戦では、サモラーノのゴールをアシストするなど、5から0と勝利、バルセロナ在籍時、前シーズンのエルクラシコでは、レアルマドリード相手に5から0と大勝。この時も、バルセロナ相手に、同じスコアで勝利した。2月12日のログロニエス戦では2ゴールを決めるなど、ラリーが制覇に貢献。 バルセロナ時代の4連覇を合わせて、個人としてはリーグ5連覇を達成。異なる2つ以上のクラブで、ラリーガ5連覇を達成した初の選手となった。1995から96シーズン、ラリーガでは9月30日、第5節の FC、バルセロナ戦では、ラウールのクラシコ初ゴールをアシスト、1月24日のビルバオ戦で2ゴールを決め、 3月31日開催アトレチコ、マドリードとのダービーでは、決勝ゴールを決めるなど、8ゴールを挙げ、また鋭いスルーパスで、多くのチャンスを演出したが、6位に終わった。UEFA チャンピオンズリーグでは、準々決勝イベントス戦では、第1戦に、ラウルのゴールをアシストし1から0で勝利したが、第2戦、イエロ、レドンド、サモラーノを書き、ベスト8で敗退。 スーペルコパデモラコルーニャに敗れ、ラリーが移籍後初めてタイトル獲得なしのシーズンとなった。レアルマドリードでは2シーズンプレーしただけにもかかわらず、2002年にマルカ氏が実施したインターネット調査では、レアルマドリードの歴代最優秀選手投票で12位にランクインした。ビッセル神戸、編集1996年、サンフレッチェ広島の 監督を務めていた頃から獲得を熱望していたスチュワート・バックスター監督の立っての希望によりジャパンフットボールリーグのビッセル・コーベに入団することとなった。デビュー戦となった8月18日のブランメル仙台戦で初ゴールを含む2ゴールのデビューを飾る。第21節のコンサドーレ札幌戦では3アシストを記録するなど目覚ましい活躍を見せて5から1での勝利に貢献。 ワールドカップ予選出場のためにチームを離脱することもあったが昇格を争う中最終節を前にした福島 FC 戦では決勝ゴールを含むにゴールを決めるなど J リーグ昇格に貢献。同年の天皇杯3回戦関西ダービーとなった京都参賀戦では1ゴールを決めたが試合は3から4で敗れた。1997年 J リーグカップでは3月29日の 柏レイソル戦で1から1の同点とするゴールを決め、チームは J リーグカップ初勝利を挙げた。同年の J リーグ開幕戦、鹿島アントラーズ戦では、長島昭弘のゴールをアシストした。第2節の名古屋グランパスエイト戦でも、長島昭弘の先制ゴールをアシスト、チームは J リーグ初勝利を挙げた。第3節4月19日の横浜フリューゲルス戦に、 先発したものの、負傷のため前半16分に交代、怪我影響で、以降の試合を欠場、そのまま対談することとなった。アヤックス、編集1997から98シーズン、同郷のモアテン・オルセン監督が率いるエールディビジの AFC アヤックスに加入し、3節のユトレヒト戦で移籍後初ゴールを決めると、21節の RKC、バールバイク戦で、 キャリア2度目のハットトリックを決め、4月11日30節の平連平ン戦で、クラブチームでの現役ラストゴールを決めるなど、わずか21試合の出場ながら、11得点9アシストを記録した。またクラブチームでの現役ラストマッチとなった、KNVB カップ決勝の PSV 戦では2から、0とリードを広げるリトマネのゴールをアシストするなど、 1997から98シーズンにリーグと KNVB カップの2冠達成に貢献、契約延長の話を受けたが、同シーズンを最後に引退した。1981年2月28日、U-19 フランス代表戦で、U-19 デンマーク代表デビューを飾り、U-19 代表では25試合に出場して14得点を記録した。 ブロンビーでのデビューシーズンに、デンマーク A 代表に初招集され、18歳の誕生日である1982年6月15日、ノルウェー戦でゴールを決めるデビュー。ハラルド・ニール戦に次いで、歴代2位の年少出場記録を作った。1983年10月12日、UEFA 欧州選手権1984、予選、ルクセンブルク戦では、ハットトリックを決めた。 1984年、欧州選手権フランス大会には、中心選手として全試合に出場し、将来有望な若手選手の一人として注目された。1986年、ワールドカップメキシコ大会では、ダニッシュダイナマイトと称賛された攻撃的なチームの中で、LKR アルセントにトップを組み、同大会でデンマーク初の決勝トーナメント進出に貢献した。なお、 一時リーグ第二戦のウルグアイ戦では五十二分に技巧的なドリブル突破からデンマークの三点目の得点を決めている。九百八十八年欧州選手権西ドイツ大会にも出場。一時リーグのスペイン戦でゴールを決めたがグループリーグ敗退に終わった。長年代表を率いたドイツ人のゼップ・ピオンテック監督が大会後に退任するとその後の監督たちとは対立し、 代表自体と復帰を繰り返すようになった。1990FIFA ワールドカップイタリア大会予選では、10月11日、最終節を前に出場権を争っていたルーマニアに、ホームで3の0と勝利し、勝ち点を8に伸ばし、勝ち点7のルーマニアを抜いて首位に立ち、2大会連続出場に大手をかけたものの、11月15日のアウェーで1から3と敗れ、土壇場で、 本大会出場を逃した。u e f a ユーロ9 2予選では3試合に出場したが、1990年11月、メラー・ニールセン監督との意見の相違から、弟のブライアンやヤン・モルビーと共に代表からの引退を表明した。ブライアンは、ピーター・シー・マイケルなどと共に u e f a ユーロ9 2本大会に出場し、ニールセン監督のチームは、 会心劇を続けて初優勝を果たした。ニールセン監督の守備的、サッカースタイルを批判して代表を支持づいていたが、10時間を超える話し合いの末、1993年8月に代表に復帰した。1994FIFA ワールドカップアメリカ大会予選では、最終節を前にアイルランドが勝ち点17、デンマークが勝ち点16、スペインが13であった。 しかし最終節でスペインとの直接対決で敗れ、スペインに逆転され、2大会連続で出場を争うライバルに逆転され、ワールドカップ出場を逃した。1995年、キングファハドカップに出場し、決勝のアルゼンチン戦では、決勝ゴールを決めて優勝に貢献した。u e f a ロ9 6予選では10試合に出場して4得点し、 本大会ではキャプテンを務め、兄弟揃って出場したが、一勝一分いっぱいでグループリーグ敗退に終わった。1998年、ワールドカップフランス大会にキャプテンとして出場。グループリーグでは、フランス戦で PK によるゴールを決めた。決勝トーナメント1回戦では、アトランタオリンピック優勝のナイジェリアと対戦し、絶妙なパスでメラーの先制点。 そして、エッペサンドの追加点をアシスト、4から1の大差で勝利し、チームをベスト8まで牽引した。準々決勝ではブラジルを苦しめたが、2から3で敗れ、代表のみならず現役生活最後の試合となった。またフィファによる、ワールドカップフランス大会オールスターメンバーにも、選ばれた。1998年の現役引退後には、空き時間などに、 リンビー・ b k のシニアチームでプレーすることもあった。2000年にデンマーク代表のアシスタントコーチに就任し、36歳で指導者の道を歩み始めた。モアテン・オルセン監督のチームは4から2から3から1、フォーメーションを採用し、両翼に機動力のあるウィングを配置して、ショートパスでボールを支配するサッカーを探求。2002FIFA フフワールドカップでは、 決勝トーナメントに進出した。2002年、デンマークスーペルリーガのブレンビーイフ監督に就任。代表と似たような戦術の採用を明らかにし、選手時代にデンマーク代表で共にプレーし、監督としてリーグ優勝経験のある4位演戦をアシスタントコーチに据えた。ベテラン選手や経験豊富な選手を放出し、下部組織出身の若手有望株や、 新加入選手を積極的に起用することでチームを刷新。また、守備を安定させるために、デンマーク代表で実績のある、モアテンビスガードを獲得した。就任初年度の2002から03シーズンには、ダニッシュカップの決勝で FC、ミッティランを破って優勝した。リーグ戦では2度2位となった後、2004から05シーズンに就任後初優勝。このシーズンには、 ダニッシュカップと合わせて国内2冠を達成し、2005から06シーズンは再びリーグ戦で2位となった。ブレンビーとの契約延長交渉がうまくいかず、2005から06シーズン終了後にコーチのイエンセンと共にブレンビー監督を退任した。フルスのレアルマドリードやラーシュラー・ゲルベック監督の後任を探していたスウェーデン代表を含めいくつかのクラブ、 代表から関心を示された。2007年、ブレンビーはラウドルップの承諾を得て、スタジアムにミカエル・ラウドルップ・ラウンジという名称の新しいラウンジをオープンさせた。2007年6月21日、スペインのマルカ氏はヘタフェ CF がラウドルップと接触していると報じ、7月9日、レアル・マドリード監督に就任したベルント・シュスターの公認としてヘタフェ監督に就任。 2007から08シーズンでは、コパデルレイで決勝に進出し、バレンシア CF に1の3で敗れたものの、準優勝した。UEFA カップではチームを準々決勝進出に、導き、ドイツのバイエルン・ミュンヘンと接戦を演じた。ヘタフェでは、攻撃的なサッカースタイルで成功を収めたが、2008年5月に、監督を辞任した。退任発表後、バレンシア。 SL ベンフィカ、チェルシー FC、ブラックバンド・オーバーズ FC、ウエストハム・ユナイテッド FC、パナシナイコス FC、PFC ・チェスカ・モスクワなどからの関心が報じられた。パナシナイコス監督就任が確実視されたが、スペインのクラブから監督就任オファーを受けた際に契約解除できる、条項を求めているとデンマークのメディアに報じられた。結局合意に至らず、 ヘンクテンカテがパナシナイコス監督に就任した。ウディネーゼ戦後の記者会見でのラウドルップ2008年9月12日、ロシアプレミアリーグの FC スパルタク、モスクワ監督就任が公式に発表された。契約期間は1年半。しかし、2008年シーズンのリーグ戦では8位と低迷。2009年4月15日、ロシアカップ準々決勝の FC ディナモモスクワ戦に 2009年10月22日、スペインのメディアは、ラウドルップが、アベル・レシーの監督に代わってアトレティコ・マドリードの新監督に就任する可能性を報じた。しかし、アトレティコとラウドルップは諸条件で合意に至らず、10月23日、キケ・サンチェス・フローレス監督が、アトレティコ監督に就任した。2010年7月2日、 スペインの RCD マヨルカの監督に就任した。契約期間は2年。マヨルカは破産宣告を受けており、2010年夏には満足な補強ができずに苦しんだ。前シーズンに UEFA ヨーロッパリーグ出場圏内の5位となったものの、クラブの財政状態が理由で欧州サッカー連盟によって出場圏を剥奪された。このような状況にもかかわらず、ラウドルップは、 攻撃的なスタイルを貫いてプリメーラディビション残留を果たした。2011から12シーズン序盤にはアシスタントコーチのエリック・ラルセンが解任され、2011年9月27日、ラウドルップも監督を辞任した。フットボールディレクターのロレンソ・セラ・フェレールとの確執を辞任の理由に挙げている。2012年6月15日、プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC の監督に、 就任。契約期間は2年。公式戦での初再配は、ロフタスロードでのクイーンズパークレンジャーズ FC 戦であり、この試合には5から0で対象した。2012から13シーズンは、フットボールリーグカップに優勝し、クラブに初のビッグタイトルをもたらしたが、翌2013から14シーズンは、成績不振に陥り、2014年2月4日に、 監督を解任された。ラウドルップ家は3世代にわたってサッカー選手を輩出している。父のフィン・ラウドルップはデンマーク代表歴を持っている。おじのエビー・スコーブダルも元サッカー選手であり、指導者としてはブレンビ・イーフやアバディ・ーン・ FC や SL、ベンフィカの監督を務めた。ミカエルの弟のブライアン・ラウドルップは1990年代に レンジャーズ FC でスコティッシュプレミアリーグ9連覇を成し遂げ UEFA ユーロ9 2のデンマーク代表優勝メンバーでもある。なお、ミカエルはこの大会に出場していないが、それはメラーニールセン監督との確執やユーゴスラビアの大会出場に対する抗議行動によるものである。全部人との間に誕生したミカエルの長男のマッツ・トゥーネ・ラウドルップは2005年1月以来、 各年代の世代別デンマーク代表のキャプテンを務めた。ノルウェー出身の夫人との間に誕生した次男のアンドレアス・レッツ・ラウドルップは2006年3月に U-16 デンマーク代表に選出された。アンドレアスは2007年から2008年までレアル・マドリードの下部組織に所属し、2009年からは FC のアシェランでプレーしている。2004年、 ミカエルとブライアンはペレが選出した。フィファ1 0兄弟揃って選出された。デンマーク代表アシスタントコーチ時代のラウドルップ、クラブでの出場時アイス代表での年別成績2014年2月4日、現在クラブ、編集ユベントス FCFC FC バルセロナレアルマドリード、AFC アヤックス代表、編集デンマーク代表個人、編集クラブ、編集ブレンビーフスボンジーシティ AFC、 FVIC 個人編集ありがとうございます。